コロナ貯蓄使わぬ日本と日本人らしいと言いますかねこの先行きが不安になるとまあ、とにかく日本人は金使わない不安だからねところアメリカとかヨーロッパはですねそんなこと言ってらんないもう貯金をどんどん取り崩してみんなお金を使ってるってわけですよねだから貯金の額が減ってるってわけです日本はコロナ禍で貯金増えてるわけですよね みんななお金使わなきゃダメですすよ本当に読 <laughs> ま,あめますね新型コロナ禍で積み上がった家計のコロナ貯蓄が日本では減らずに増え続けている民間資産によると2022年9月末で62兆円に達し国内総生産の10%を超える水準まで膨らんだ将来不安などで個人消費にお金が回っていないピーク比6割減となったアメリカとの違いを責め賃上げや社会保障改革などで安心して消費を増やせる環境を整えることが急務となるだからこういう時に消費減税なんですよ何なら消費税 ね、次元でも構わないいいかかららにすすればいいんですよ政府からねもうここは皆さんお金を使ってくださいとほらみんなコロナか岸高、ね、戦争もそう物価高でみんなひいひいってて今あんまりね車買い替えたり美味しいもの食べに行くとなんか白い目向かれるんじゃないかみたいなつつましくみたいなね社会不安もあるからお金使うのやめようみたいな空気になっちゃってるわけですよいやなんなら出しなさいとどんどんお金使っていいですよとそういうお金を使うこと奨励するだから向こう3年間ねもう消費税なしにするからもっと どどんどん使っってくださいいこういうやっぱ空気が必要ですあとそれから経費の枠を広げげてあげる例えばね交際費って企業がね経費にできる交際費ってすごい枠が決まってるわけですよこんなんじゃ全然交際費使えないじゃんっていうぐらいね損金に参入させてくんないんですよねこれを大幅に広げると交際費このぐらいね認めるからガンガン飲みに行ってくれともうガンガンご飯食べに行ってくれもう接待だってやってくれと日本はコロナ禍の後は岸高ですけどねまあまあそれ置いといてですねまあというか 政府がね安心してみんなねお金使ってほしいんだとそういう空気を出すってこととても大切だと思うんですよね景気って気ですからあこれか良くなるなと思うと良くなるわけですよ良くならないなと思うと良くならないわけですからしっかりね政府がその空気づくりできると思うんですよねだから贅沢品を買うとか旅行はね一部ね支援 出ますけれどもとにかくみんながねコロナか貯金が積み上がってんだからその分みんなが苦労したんで我慢もしたんですよ使おうとダイヤモンド買っていただいてもいいんですけどねえー、<laughs> でも欧米も貯金ガーン減ってんですよ日本だけです貯金増えてんのなんとかしないとねと思います武田つにあチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございましたえー、動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。